ガビア・シュケナージはイスラエルの政治家、軍人。2020年から2021年にかけて同国外相を務めた。イスラエル国防軍第19代参謀総長。中将。父親はブルガリア出身のユダヤ人でホロコースト生還者である。母親はシリア系ユダヤ人。ガビア・シュケナージは第四次中東戦争時。 小工学校の生徒だった。1972年から1988年にかけて彼は軍のエリート部隊であるゴラニ旅団に所属し、後に北部軍管区を指揮した。2000年、当時のエフードバラック首相は、デワノン南部の、いわゆる安全保障地帯から部隊を撤収させたが、彼自身はこのことに反対していた。軍人としては、第四次中東戦争。 デンテベ空港奇襲作戦、レワノン戦争などに従軍した。2002年、参謀次長。2005年、参謀総長選定をめぐって、ダン・ハルツに敗れた後、少々の階級で退役。これまで、国防省の総局長だった。2007年2月5日、ハルツが、レワノン侵攻の際の不手際と株式の売却を追求されその地位を追われると、イスラエル政府は、 ガビアシュケナージをイスラエル国防軍参謀総長として承認した。国防省アミル・ペレツは軍人事が社会的議論に巻き込まれることを避けるために参謀総長の任期を現行の3年から4年に延長すると表明した。また、南部レバノンからの撤退をめぐり、見解の相違があったバラックとは2008年から2009年のガザ攻撃で共に指揮を取っている。 2011年2月、土地取引疑惑をめぐり、公認の参謀総長人事は難航していたものの、ベニー・ガンツ副参謀総長が最終的に昇格した。ガンツの参謀総長就任は当初有力視されていたものの、ガンツはアシュケナージと同じく北部管区司令官を務めた経緯から、バランスを取る意味で南部管区司令官を務めたヨアフ・ガランと、 副参謀総長がその後浮上。しかしながらガラントに土地取引疑惑が浮上し最終的にガンツの昇格が実現した。ありがとうございます。